どうもカメラトークです、はい、カメラトークです、はい、というわけで、はい、今日なんかこれね、うん、まあよく見かけるというか最近はまあ多いよねこのタイプね、うん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 、とはいえちょっとねあの作ってるメーカーがまた意外なところだったりするんで、うん、まあ今日話してみようかなっていうところですけどね、はい、まあまあまあテンション上がってないのはなんで？まあ全然上がってないよね。まあパッと見ただけだと、うん、いやもうあるじゃんっていうところなんだよね。うん、まあモニターが大きそうなので、うん、そこ、うん。まあちょっととりあえず、ね、まあ見ていきましょうか。ね、はいということで、はい、よろしくお願いします。はいということで、いさあ見ていきましょうよ。まあ見たところで。いやまあまあまあ、まあ、だけどさこれさなんでさ、はいはい、気になるのさ、うん、なんつうのこの頭の部分、うん、ここじゃねえよそうここここここ、はいはいはい、この頭の部分ってやっぱみんな全部こうなるねああ思わないなんか、うんうんうん、まあ確かにさ、うん、三軸って考えるとまあそれしかねえようなないじゃないっていうのはあるけど、うん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 、なんかでもあれですよね1個ぐらいそのセンサーがでかいのをね作ってくれるところがあってもこうね、うん、1日ぐらいまあまあね、うん、でもさこれ見て絶対俺ねもうパッと見て多分みんなねこのチャンネル見てるレベルの人は、うん、多分みんな思ってると思う、うん、これ昔持ってたソニーのビデオカメラと同じじゃねっておあのソニーもそうなんだけど要はちょっと前に流行ったハンディカムじゃんもうほぼあ確かにじゃんあれこうやってカパッてやるじゃん、うん、あの撮ってるシチュエーション一緒じゃねって話なのまあジンバルがついたくらいでうんでもさだから機械こうなってくるとさ、うん、機械的なジンバルと、うん、要は今のやつもさ電子テブレ補正は相当すごいじゃんあれってえハンディカムってそもそも光学テブレ補正も入ってませんあそう光学もそうだから相当だって止まりますよねでかいもんそもそも、うん、もう筐体がさ、うん、これって細長いじゃんってこう持ってやるわけじゃん、うん、けどこんなちっちゃくていいよと確かにこう持ってこれくらいはあるけどえなんかあのカバンの収まりで言ったらそんなに変わんない気がするんですよね意外とそうそうでこれさDJI と違って、うん、こんだけ幅あるじゃんやっぱ下の部分、ねねうんうんうん、カメラ部分が相当ちっちゃいよっていうだけでモニターこんだけ大きくしちゃうとさ、うん、そこそこ幅あるし高さもあるんだよえこれこう握ってこれでカチャって同じレベルじゃねってなんないなんかどのくらいなんだろうでもこれだったらまだポケットにギリ入りそうじゃないですかうんでも、うん、ポケットに入れる前提で考えたら DJI でよくねってなっちゃうよねああ。わかんないですけどポケットに入るけどモニター大きいみたいなそうこれねなんかのねその YouTube かななんかの CM っていうかさ、うん、あの要は紹介動画でさ、うん、自撮りが撮りやすいっていうのを必死にやってるわけよほうほうほう確かにそうじゃん、うん、だって DJI ポケットさ超ちっちゃいんだもんまあまあね画面そうっすねだからメリット本当にそこに尽きるじゃんそうあと何ですかボタンが2つしかないんですよねうんまあこれはでも言うてもうんまあそこは思い切ったかなやっぱりモニターでかいからタッチスクリーンの意味っていうのもさ、うんうん、DJI も一応タッチモニターっぽいけど、はいはいはい、やっぱやりやすさで言ったらこっちの方が上よねでしょうねうんなんだけどなんだけどなんだよ ね, ねそうなんだけどってなっちゃうねなんかこれってそうねいや広い画角、うん、焦点距離14か、ま、ねまあね、まあ、うんまあでも一つ いいなっていうかうんと思うのはまあこれ日本のメーカーが出したってことだよ、ね、ああそうってことだよね、うん、なんかこういうのをねやっと出してきたかっていううん、うん、でもさ、うん、正直言っていい、はい、日本のメーカーで後出しじゃんけんでこの手のものを出すんだったら、うん、もうちょっとなんかあってもよかったんじゃねえかなんなんかさもうちょっと欲しくないまあ ね, ねなんかさ後出しじゃんもう DJI も出しててもう2代目のポケットも出てて
中国企業他のもガンガン出してる中で、うん、じゃあ日本企業としてさ、なんかこう後出しでこの手のものを出すんだとしたら、うん、もうちょっとなんかないのかなって、なんかちょっとごめん、残念感がある。俺なんだろうな、昔の日本もほら海外の真似をしてやってきたじゃないですか、うんうん、そこに戻った可能性もありますよね。んっていうと、その中国の真似をしてるってこと？そう。いやいや、そこはそうよ。だってこの頭のカメラ見たらわかるじゃん、うん、なんだけど、いや、ここを真似うんぬんっていうよりかは、なんだろうな、例えば、じゃあ DJI との違いってモニターサイズだけみたいな。なんかさ、それって特徴、って感じじゃん、うん、なんかさ、ここを真似した、真似してないとかの話よりも、なんだろうな、違いっていうか、その俺らが触作ったらこうなるぜが、モニターでかいだけっていう、なんかなんかあるんですかね、なんかちょっと俺の中では品質とかビルドクオリティとかどうなんですかね。ちょっと写真だと分かりにくいけど、そうね、まあ2つだけ簡単でしょ。いや、うーん、これでさ、例えばさ、さっき松口さんけど1日乗せましたとかさ、うんうんうん、なんかなんだろう、そのチャレンジングな部分がないよね。そう、なんかあのなんすかね、うん、滑ったら嫌だがよく見えるっていうかそう、なんか、うん、手堅さだけっていうかさ、でもこれ見て手堅いって思う、俺の中でなんかなんだろう、この微妙感、微妙な空気感。いや、これのこの形でモニターが大きいのってだって今さ、うん、何もう大きいのってそのどっちなんですかね。実際見てみないとあれですけど、メリットに働くのかデメリットに働くのか。俺はデメリットだと思っちゃって、なんでかって言ったらさ、モニターもすらも小さくして確認と、じゃあ DJI はモニターちっちゃいからこっちがいいって、それだけで動くやつってほぼいないと思うんだよ俺。まあ確かに、だって超あれこそ超ちっちゃくて、ほんとポケットとかあのさらっと入るじゃん、胸ポケットに入りますよね。そう、これも入ると思うんで、多分このサイズ感でいうとこれぐらいでさ、なんかそうちょっとだいぶこうじゃん、うん、そうだから、なんだろうな、あと価格、せめて価格が安ければいや、そこからなんかさ、違う、このモニターが大きいですよっていうのだけだと、うん、あの今さ、ビクターとかが出してるちっちゃいさハンディカムあるじゃん、はいはい、すげえちっちゃくなってて、うん、でもこのカチャって昔ながらなんだよ。あれと何が違うのっていうさ、まあだからちょっとあの機械式、要はこの頭のヘッダーの部分がさ、ヘッドの部分がさ三軸になっててさ、うん、ブレに強い、もうもちろんわかるよ、だけどうーんって感じ、うん、なんか一昔前に戻った感じがするのよ。なんかね、そういう意味では大体こういう機器って、あの小型化の方に進化って大体みんなそうじゃないですか、うんうん、まあ、大きくなっちゃったんでね、そういう、そうね、そうね。で、大きくなることの唯一のメリットって、やっぱり自撮りするときしやすいよっていうのがまずあるじゃん、うんうん、だって追っかけて撮るときだったらこう目の前に撮ったりするから、うん、あの DJI でもいいわけじゃん。でもこれってこうやってひっくり返すと、やっぱり DJI ポケットだとちょっと画面ちっちゃいじゃん、ちょっとなんとなく顔が見える、わかるというだけじゃん。これだともっとはっきり見えるから利点はあると思うんだよ。でもそれだけってなっちゃうの。いや、うん、それだけって、だってこのくらいの広角って、あの焦点距離14mm ですよね、うん、まあフル換算でいうと、うん、あのだったら確認できる距離でもね、そう、なんかそんなに、うん、そんなにサイズ感いらなくねってなっちゃうじゃん、うん、なんかね、うん、今日ほんと中途半端、あ、うん、ちょっとね、なんかいやーって感じ。ああ、そっか。これ以上あんまり言うとあれだけど、他に特徴ないんですか？あれ、なんかもうさっきページ終わった？うん、だからもう下まで行き着いちゃったよ一回。だってもう一発目に出てくるのがさ、その見やすいは正義っつって、うん、ジンバルカメラとしては破格の 2.45 インチモニター搭載って、だからこれしかないんだって。でもなんか、うーんって感じが否めないんで俺の中で。
でタッチスクリーンってなんかいやタッチスクリーンじゃなかったらそれこそ意味なくねってなるじゃん、うんうん、いやそこじゃないでしょっていうさ、なんかこれじゃない感がすごいあれ俺の中である。なんだろう、やっぱだからやっぱ挑戦してほしいのがこのセンサーね、1インチとかで、ね、そうね、なんか俺なんかで、ね、うん、相手がパー出してるのに後出しじゃんけんでグー出すやつみたいなイメージなのえってそれこそソニーが Vlog カメラで1インチで ZV-1 を出した、 ZV-1 出した、まあ比較しちゃいけないけどさ、まあ、やっぱりあれ出した時の衝撃ってあのなんだろうな、その完成度もそうだし、うん、もう追い込み方とかもそうだし、ありきたりの技術なんだろうけども培ってきたものを全て凝縮して Vlog を撮るために考え抜いてますって、まあもちろんほらそれでも文句は出るよ、要望もだけど相当完成されてると思うんだよやっぱあれって、あの思い切っていらないものっていうか、うん、みんなが必要だと思ってても実際問題いらないよねっていうのを全部捨てたのが ZV-1 だったり、捨ててはいないよ、ファインダーも載っちゃってないじゃないですか、いやあのなんだろうな、そのアイデンティティを確保しつつ可能な限り高レベルでぶち込んできたんだよ、そぎ落としてる感じしますけどね、そぎ落としてるのはファインダーだけだよ、でもカメラでほらパナソニックはファインダーを取り除けなくて、だからなんだろうな、あのもともとそぎ落としてあれでそぎ落としたんじゃないもんだって、あのファインダーだけだよ本当に、うん、そうもともと積み重ねてきたものをVlog に合わせてきただけの話だもん、機能を整えただけで、あれってでも整えただけで完成度がめちゃめちゃ高いじゃん、だから今でも売れてんじゃん結局、なんか意外とシャープってさ大手なくせしてそのチャレンジングなことってやるんだよ割と、ソニーは、うん、意外とやるじゃん、だからそこが好きなところでもあるけど、なんだろうな、だからやっぱ後出しじゃんけんでこれを出すってなんか俺の中ではちょっとなーって、何の賞賛あって出したんだろうと思っちゃう、まあでも企業体力が違いますからね、いやだったらシグマ見ろよって話じゃん、あシグマ、うん、やっぱりだからあすげえなシグマってすげえなって思っちゃう、そういうとこで、でも日本の企業でやっぱりなんだろうな、あの元々はレンズメーカーじゃん、はいはいはい、でカメラの本体に手を出してきてて、その出し方がさフォビオンだったり、要はチャレンジングじゃんすげえ、だから確固たるファン、やっぱり一定の確固たるファンを築いて、なんだろうな俺の中ではやっぱり、トキナってでもどんなメーカーなんですか、あのねフィルターとかこっちほら、あそうですよね、開けてあるけど、その健康的なここにもほら乗ってんじゃんこいつカメラ、うんうんうん、でもレンズもほら出して、でもこれもさなんかさそんな気、うんって感じで、イーマウントの 85mm のやつなんかあるんだ、あれはねなんか割と良さそうでしょ、うん、なんかなんだろうなフィルターメーカーってイメージ俺やっぱり、あでも一眼レフの頃からレンズ出してますね、あそうなんだ、うん、あまあ出してはいるんだね、ただあの下手すりゃ シグマよりも企業規模だいぶ小さかったとかしません？大丈夫？まあ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 そうかもしれないけど、なんかチャレンジってやっぱ体力ないと難しいじゃないですか、いやチャレンジっていうかさ、だったらこれ やらない方がいいじゃんってなっちゃう俺、まあ、あれです、手堅くいくのにこれいくって話じゃん、やりたくなっちゃうんすよ、いやそういうもん会社でそういうもんなの、まあ、やりたくなっちゃったみたいな、資本金1億の売上高159億。いやでも要は何か、このなんつうのこの手の小型カメラを出す何か理由があったわけじゃん。うんうんうん、えなんでこれにしたの？要はなんでここでこのこれなんつうのモニター大きくしただけでなんで出そうとしたのかなっていうのが不思議でしょうがない。うん、なんかさ、いやそこに何か商機があるんだとしたら、それ目指してなんかちょっと尖ったことなり。あの中国他の中国メーカーがやってないことなんかかましてった方がよくねってなるんだよね、話題にもなんねえもんだって、あの電子デバイスに関するそこら辺のノウハウとか、うん、ないんじゃないですかね、やっててカメラレンズじゃないレンズですよ、まあ、カメラレンズとかフィルターやってて、うんうん、シグマはずっとカメラ出してるじゃないですか、でもずっとでもねえけどな、まあでも APS-C から、まあ、だから、うん、あのちょこっと前から出すようになって、うん、でもやっぱりそのちょっ とチャレンジとは言わないけど尖ってるっていうか、要は
後出しじゃんけんのものを出してはいないじゃん。ね、売上高でいうとシグマの半分ですよ。いやいや、まあ売上高って言うんだったら、なんつうの、ベンチャー企業で、要はなんつうの、右に斜めでさ、ベンチャー企業でさ、俺らのこの業界で言うんだったら、ベンチャー企業がだよ、例えばメルカリすごいぜっつって、メルカリ、うん、メルポリやろうぜってやるやついるって話なんだよ。ショッピングサイトはやるじゃないですか。ショッピングサイトっていうのはカテゴリーなんだよ、うん、ね、メルカリいいな、これ2馬線時効ぜってやついねえじゃん。わかる？なんかさ、そのベンチャー企業で、うん、2番手だとしても何か そこにはないものをやっぱりこううんってやって、なんだろうな、やっていかなかったらその届かないじゃん、意味もないし。なんかさ、俺の中で、うん、モニターでかくしただけでなんで売れると思ったんだろうって考えちゃう。まあ、うん、ね、なんだろう。いや、これ出すんだったらなんかもうちょっとさ、このガジェット系の、だって、まあ、俺が知る限りよ、今日の時点での俺が知る限りよ、ガジェット系 YouTuber 触った動画まだ見てないですこれ。俺好きだけど、いや、河合浩二さんあたりなんか触ってくれそうな気がしてんだけど、それすらまだ見てないな俺。最近河合浩二さん見れてないけど、出たやつわかんない、わかんない、ちょっと待ってね、さっきのサイト、ちょっと待って、こいつ書いてない。5月28日、だからまだなんだよ。先行レビューあってもいいぐらいじゃん。でももうそろそろ、そうっすね、でしょ。だってなんか公式の動画とか出てるってことは、先にそれ出すにあたって他にも YouTuber とかに渡してて、うん、あのレビュー動画とか先行体験とかで出してもおかしくないじゃん。だそれをやってないってことじゃないですか。やってないだけなのかもしんないし、うん、その後追いでやってくるのかもしれないけど、でもこの時点でやってないって、で思うだろ。思うだろ、うん、あと値段高いっすね。後からだ、いや、まあ日本の企業ってやっぱ高いもんな。だ、なんだろうな、なんかね、すっげえね、うんっていう感じになっちゃうんだよ俺は。モニター大きいだけで、だけであの値段か、うん、なんだこれ。DJI ポケット、うん、ツール、うん、あれいくらでしたっけ。いやでもあれコンボセットで7万ぐらいだよ。あ、で本体だけだったらだいぶ近いんじゃないかな、同じくらい、うん、もうちょい上かもしれんけど、うん、となると、うん、なんかなんだろうね、うん、ちょっと なんで出したのかがクエスチョンというか、なんだろう、レンズとフィルターのメーカーだもんな。だ、例えばさ、フィルターメーカーだったら、うん、もうこれにデフォルトでね、うん、あの DJI のマグネット式みたいにマグネットで、例えばさ、ここってさ、うん、何、あのなんだっけ、あのフィルターでさ、はい、あのブラックミストとかあるじゃん、 あれがさ、もうなんつうの、セットでくっついてるとかさ、あ、そうっすね、な、で、すげえふわっとした絵が撮れるとか、なんかも、え、それでさ俺弱いと思うけど、なんかあってもいいじゃん、なんでねえの。まあそれ言ったら比較するのはシグマなんかは順当なコンテンポラリーのレンズ出してきたじゃないですか、うん、あそこでマグネットのレンズキャップとかやってるじゃん、使い勝手がすごく良さそう、うん、なんかさ、例えばフィルターだったらさ、本当に ND フィルターさ、もうこのサイズで可変式作るとかさ、あ、ね、確かにね、だろ、うん、思うじゃん、お、ちょっとそれいいなってなるじゃん、うんうんうん、動画だし、うん、ND フィルターで可変式でさ、なんかこうちょっとビビっていじってさ、それをカチャってやって、すごいそのどんなその晴れ間でも、うん、要は ND でちゃんと合わせていい動画撮れますよだったり、取り替えてブラックミストみたいなさ、ああいうフィルターの会社だったら、うちフィルターだから強いよっていうさ、なんかいや、あってよくね、それだったらむしろあれですもんね、だってこういうレンズをちゃんと作ってんだったら、うん、あのやっぱりその一眼カメラを作ってみたらよかったんじゃないかっていう、これを作る、いや、それは体力相当必要じゃねえか。同じようなもんですよ、だって。いや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 、ま、それよりかはハードルは下よ。ただやっぱね、後出しじゃんけんでこれ出して勝つるって思ってる時点で、なんかちょっとうーんって感じ。だって勝てないの分かってて出す
会社として勝てると思ったんじゃないですか、うん、ってことでしょ、うん、でえなんでってなるじゃん、うん、俺からするとやっぱり逆に DJI ができ DJI はサードパーティーがさ、うん、ND フィルターいくつか出したりしてるけどデフォで要はともう言語的なとして要はその強みを生かしてそういう、ね、ND の可変式プラスこっちはなんつうのブラックミストとかでこうなんつうの変えフィルターを変えながら楽しめるっていうね取り方をね提案するとかこいつでねそんな一眼でこうやってカシャ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 取り替えてやるんじゃなくて手軽にこのサイズででモニターも大きくしてふわっとした映像作り、うん、その要は白飛びしないその ND でこう調整した容易にね、まあ、確かにっていう特徴を持たせるぐらいじゃなかったら俺はそれでも最低ラインだと思うけどね、うんうん、なおもうなお分かんない俺の中でよく出したなっていうだけさっき1日のセンサーだったらいいって言ったけどでも1日に載せちゃうと、うん、きっとハンディカムのサイズになりますよねそうなと思う、うん、それだって頭に乗っけっから、うん、あそこが超でかくなると思う、うん、だったらこっちの方が安定するよなそうそうなるじゃんまあまあそれはね一番初めこれ言った時に俺は思ってたけどそうこの持ち方で、うん、それこそなんだジンバルになってるみたいなえどういうことあのジンバルってみんなこう持つじゃないですか、うんうん、こうでもいいわけじゃないですかブレノは方向性的にはちょっと待ってこれってどういう構造なの普通にジンバルを横に持つみたいなイメージですえ棒がこうあるってことそうそうそうえそれこうでいいじゃんそれこう持ったら超重いじゃんだっていやいやあのそれはコンパクトであればですよコンパクトであればねちょっと想像ができなかった今、まあまあ、思わずジンバルの棒がこうちゃうって分かんないそんなわけないじゃないですかちょっとウケた面白かった今っていうねどこですね、うん、なんか、うん、ツッコミどころもうそれ以上でもそれ以下でもなくそこしかないあのもうちょっと尖って滑るんだったらツッコミどころあるんですけど、うん、尖ってもいないしツッコミようがないそう尖ってもいないし、うん、なんだツッコむところがないじゃん、なんだろうあの言葉を選ばずに言うんであれば、うん、よくもなければ面白くもないみたいなそうだからなんでこれを出したのかになっちゃうじゃんいやでもどうだろうなよくこれを今日のネタにしようってよく言ったねうん何でも拾ってきますよこのチャンネルはすごいね、うん、まあでも何でも俺もぶった切るけどさ話してみないと分かんないじゃないですか確かにね確かにそうなんですよまあそのところでね残念感がすごく漂うのはこれが日本の企業を出したってことだよねなんかそのこれ中国企業のどこだか知らないところが出したんだったら、うん、まあで終わるじゃんそこはかどなく残念感がめちゃめちゃ漂うのは、うん、日本の企業がこれを出したっていうと俺の中ではやっぱり残念感がすげえにじみ出ちゃうまあこの分野に入ってきたっていうことがちょっと、うん、ああいいんじゃないとは思ったんですけどねいや実際見たところ違うそれさ、うん、なんだろう入りゃいい問題じゃねえじゃん、うん、いや日本の企業だろ 入ってくるんだったらさもうちょいなんかかまそうぜって話じゃんさあの結果的にはダメだけれども気持ちがそこに向いたってこと自体はいいんじゃないかなって俺は思うんですけどねそまあそういうことにしとくか俺はなんか うーんだって気持ちが向かなければ改善もないんでまあ確かにね、うん、だから、うん、なんだな遠慮なくぶった切るよねそういいんじゃないですかそれでだってそういうチャンネルだしチャンネルだし、うん、はいということで、はいうん、まあもしちょっとねこの画面が大きいっていうことに対する魅力が、うん、我々が思いつかないようなことがなんかありそうだったらまたコメントをああなるほどね、うん、ちょっとね、うん、はいもうさっき見て喋ってるんでそう ねあのじっくり考えていただいて俺はね紹介動画見てたんだよ、うんうんうん、でそのすげえ残念だなと思ってただけだからあの、まあ、メーカーかなんか外人使ってやってる動画ねちょっとねあの何かメリット思いついた方はコメントいるかなまあまあまあ、はい、
ていうと、今日あのじゃあ俺たちがぶった切ったことをフォローしてくれる方大歓迎ってことで、あ、まあそうですね、ね、まあまあいろいろと違う違う、そうじゃないんだよっていう、あ、そうですね、そうですね、だからその俺らが遠慮なくぶった切ったところを、うん、いやいや違う、分かってない、違うんだよっていう、ね、そうですね、そう、うん、俺らに対してツッコミをね、そう、フォローをね、うん、そう、はい、お待ちしております。はい、ということで終わりましょう。はい、というわけで、はい、こんな内容だけれども、うん、優に15分を超えるっていう、ね、あのでも言ってることね、だいぶね、うん、後半ずっと一緒だったからね、そう、とはいえ、うん、あのそうですね、こういう時ぐらいの時間内に収めちゃいましょうよ。いや、収めたのは過去に1回しかないはず、多分。え、2回ぐらいなんですか？2回ぐらいやったか。そう、いやだってこれ逆にツッコミどころ満載じゃん、そういう意味で言うと。俺は一番は後出しじゃんけんで、ね、パー出してる相手に後出しじゃんけんでグーを出す企業が日本にいたんだっていうのに驚いたってだけ。そう、まあまあまあ、いやーでもそう考えるとそうですね、 なんだろうな、そっか、申し訳ないけどこれが今の日本だなって感じ。うん、そう、いやもうだから勢いで負けてんすよね、うん、こればっかりは。まあまあ、まあ、そうですね、うん、これ以上傷を広げないように、うんうん、締めておきます、ね、あとはシグマに頑張ってほしいっていう、ね、うん、そういうところはね、ところですね、うん、はい、ということで終わっておきましょう、はい、ということで、こんな感じでした、はい、フォローもコメントもお待ちしております、はい、ので、はい、よろしくお願いします。最後までありがとうございました。ではまた。